ちょっともう届いたんだよね。ちょっと忘れちゃった、これなんて読むんだろう。ああ3個クレンジング3個買った。ちょっと待ってね。これを使ってみるか、せっかくなので。いや、お疲れ様、みんな本当にありがとう。次こそは1位取るからね。次こそは。そう、でもね、4個買ったの。4個のうち1個届いた。うん、ラーメンね。でも厳しいから、みんな。ありがとう。あ、これ エルツティンロータスクレンジング。これはダブルクレンジング、メイク落としと洗顔がこれ 1個のワンステップで叶えるオールインワンクレンジングジェル、クレンジングジェルですね。少ない摩擦と優しい感触で毛穴汚れ、古い角質を優しく、すっきりと心地よい洗い心地 でこれがなんかね、その韓国で人気みたいで、だから前にさ、これ紹介したじゃん、眉が。イージーデューのこれ紹介したけど、もう今買うともう1000円、日本では1000円もう値上がりしちゃってる。でこれも値上がりするんじゃないかって、もうこれも伊勢丹でも販売してるから。でこれも伊勢丹でポップアップされてて、まあ、もしかしたらもう伊勢丹に並ぶものだ。もしかしたら日本で、まあ、ね、これから日本でバズっちゃうんじゃないかっていう。バズる前にいち早く3個買いました、値上がりする前に。でこれでよかったらもう3個買ってもいいや、目代わり中だから。うん、ね、でみんなもこれ目代わり中だから、ちょっと眉が良かったと、レビューするわ今から。商品名、エルツティンロータスクレンジングジェル。これね、ちょっとじゃあ縮小して、エルツティンロータスクレンジングジェル、オールインワンクレンジングジェル、これね、スクショしてくださいね。うん、撮ったかな。あとなんかね、試供品も入ってる。ちょっと待って、試供品なんだろう。あ、なんか試供品も、これは何だろうね、なんか結構入ってる。これ何だろう、あ、 BB クリームか。 BB クリームがたくさん入ってる。 BB クリームが10個ぐらい入ってて、でこれスキンケアのなんか一式かな、これは多分スキンケアの。これお泊まり、あ、美容液、こっちにも BB クリーム入ってるよ。でクレンジングと、これなんだ、シルククリーム。まあこれお泊まり
お泊まりセットかな、これは。これいいよ。え、21号さん詳しいの。まあこれはお泊まり系で、旅行の時とかに。じゃあ使ってみますか。え、これ出てくるはずだよ。出てくるはず。いやー、売り切れはまだ早いっしょ。ちょっとメイク落とすわ。真似した、福ちゃん真似した。うぅじゃあ落とします。ジェルですね。なんかこれがなんかね、泡っぽくなるらしいよ。暗いな、なんかこれが泡っぽくなるらしい。おいしいの。なんか、なんだろう、あ、本当だ、泡になってる。あ、本当だ、泡になってる。え、めっちゃうまい。なんかエステで嗅いだことある。あ、本当だ、泡になってる。ん？泡じゃない、なんだろう、なんだろう、これ角質？うん、あ、もうちょっとプッシュすればよかったな。あ、私これダメかも。ヒリヒリする。あ、ヒリヒリする。なんだろう、ピリピリする。合わない。え、嘘。あ、ヒリヒリする。私は合わない、もしかして。てか足りない。ピリする、ピリピリするね。やばい。
すごっ、あ、泡が出てきた。え、すげえ、どうなってんだろう。え、すごくね、泡が出てきた。どういうことだこれ。泡出てきた、不思議。あ、ちょっと顔濡らさないといけないのかな。あ、水をた、あ、水でちょっと顔を濡らしてから、なるほどね、ちょっと濡らしてからやるんだ。あー、なるほどね。おもろこれ。あ、これめっちゃすっきりする。でもしてなかったから。あ、なるほどね、だから濃すぎて目に入っていたかった。そうかもしれない、ちょっとやり方間違えたかも。え、なんかダブルクレンジングってさ、なんかこう洗顔するんで、私なんか泡でちゃんと洗った感が欲しいから、これ本当にしなくてもいいね。眉骨プラスこれね、ダブルクレンジング。そっか、顔濡らしてからやんないといけなかったんだ。これあの魔女工房美容液の導入液みたいな、これも好きでもうずっと使ってる。マニョ乾いたで一通りメイク落とししたら水足すの、うん、あ、なるほどね、ほぼなんだ。この前メガ割れで、あ、もうね、売ってないって、Easy Do でしょ、前が使ってる。残念ながらもう、メガ割れではもう買えないみたい。もう売ってません。これね、もう売ってない。公式で買わないと。もう一回、顔濡らしてから、もう一回改めて使ってみる。それでもピリピリしてたら、まあでもこれ人気だから実際ね、うん、すっきりした。こんな夜中に吠えて、ちょっと私には、あ、前ね、肌弱いんだよ。肌弱いからさ、久々にピリついたな。ショック。ちょっとピリついちゃってレビューできなかったね。
でも洗った感じなんか途中で泡になっておもろかったけど。後ろ姿はおばあちゃんに見える？別にいいし、私2位だから理想も取ったし。後ろ姿はおばあちゃんはマジで皮肉すぎ。どうやって見たの私の後ろ姿。あ、いいよ、じゃあ牛乳あげよっか。キチガイボーイドガールに。ガイキチ。お疲れ様のビールだからね。あなたたちにもお水を足して。ね、祝杯だよみんな、祝杯。祝杯ビールと、あの祝杯牛乳で。ガリガリって言うじゃん、私腹出てるからね、普通に。なんで私ガリガリって言われるんだろう。普通に出てるよ、なんかで着々と太ってるからね。いや、なんかみんな、あのね、なんでガリガリって言うんだろうって思って。じゃあ祝杯ね、祝杯だよ。ママ2位になったよ、ママ2位になったよ。はいはいはい、お座りして、お座り、お座りして、お座り。待って、お座りして、お座り。あ、こっちって今定まったね。見てた今、どっちかな、うん、品定め決まったね。福ちゃん明らかだもんね、この差。待ってよ。祝杯うまいか？祝杯のミルクは。
勝利の味はどう？ハニフクム KP マー君ナイス、マー君ありがとう、マー君ファンタもありがとう、倍でなくてごめんね。すっごいもう服ちゃん掃除機、ふーちゃんもありがとう。ふくちゃんほんと早いよ。ふくちゃんだからもう服が掃除機みたいに飲むから、あのお水いっぱい増やしてるんだ、うん、この量現役だと太っちゃうからね。70ありがとうあとちゃん。だからわざとあのお水いっぱいやっていっぱいあげてる。美味しかった。兄ちゃんももうないよ。ね、福ちゃんも、福ちゃんも いつもありがとう。いや嬉しいね、本当にありがとう、ありがとうございます。どうしようかな、ちょっとミートボール作って、あのシロ君と土曜日デートだからミートボール冷凍しとこうかな、作って、最後まで見れてよかった、ありがとう、うん、そうそう、あやっぱ私ちょっと無理かもな、赤くなってるねほっぺが、合いませんでした、クレンジング赤くなってるわほら、うん、あークレンジング合わなかった、うん、うん、合わなかった。でもこれ人気だからさ、うん、ちょっとひりつきますね、残念。まあ、悪いってわけじゃないよ、私が私に合わなかっただけの話、残念ですね。いつもならないね、まあ、赤いわ、残念だ。一個にしときゃよかった。久々になんかひりついたな。久々に。うん。まあでもそれでみんなでも試してみて。うん。マンスリー上位の人にあげよう、今月の高いからね、マンスリー上位の人にあげよう、まあ、試してみてほしい。私の友達はこれめっちゃいいからって
私が合わなかっただけだからね。確かに伊勢丹でさ、あの PR されてたし、いいんだよ。でほら SK2 とかもさ、あの私合わないんだよ SK2。 でもあれもめっちゃいいじゃん、普通に考えて。肌弱いから眉毛さ、あーちょっとダメだ、なんかほっぺが燃えてきた、メラメラしてきたわ、メラメラしてる。悔しい。1個4000円ぐらいするんだよねこれ。1個4000円ぐらいしたんだよね。ほら、わかるかい？嬉しいですね。あ、そうそう、ロータスクレンジングジェル。ロータスクレンジングジェル。珍しくさ、1ヶ月眉毛染めてなかったわ、珍しく。うち綿棒ないんだよ、綿棒も買わなきゃ。忘れてた。あ、すっきりした。うわー、赤くなってきた。お疲れ様です。改めて今回のイベント本当に風船たくさん流してくれて嬉しかったな、うん、ね、団結は良かったんだけどね。合わないとそんなに赤くなっちゃうんだね、うん、でも久々やばいと思ったのが、そう、ラストまで嬉しかったね、うん、そう
いやーでも一番今までで人生2年やってきて一番映えが出なかったイベントだった今回、うん、なんでだよ。設定1でしたね今回。マジで。あ、私何今マンスリー上位13位なの？マンスリー13位。ありがとうございます。服おもちゃで遊んでる。おもちゃで。おもちゃで遊んでる。変だよね。なんかこうこれで遊ぶんだけど、なんかこう俺が上だってやってんの。俺の方が上だぞって。だから私がこれさ綱引きで手伝ったりするじゃん。私の方が力強いじゃん。だからぶち切れんだよね。そしたらそれはなんかルール違反だろみたいな感じで見せてあげようか。それお前ルール違反だよってぶち切れてくる。これぐらいがちょうどいいんだよ。俺が上だ。見せてあげてもいいよ。ぶち切れるから。怒られるんだよね。そう、俺の方が強いって。俺の方が強いって。可愛いけどね。なんだかんだ。美味しいですね。お酒が美味しい。今日何曜日？金曜日か。あ、今日木曜日か。明日金曜日ね。金曜日総理の家に行くかもしれない。もしかしたら。あれ？あ。違うわ。9月の中旬以降だ。9月の中旬以降に来てほしいって言われてる。中旬以降ね。間違えた。なんか今ほら同居してるじゃん。同居してる女が出ていくんだって。出ていくらしい。中旬以降になんかその福ちゃんのために作ったなんかプールがあって、それをちょっと来てほしいって言われてたから、中旬以降に会いに行くね。副派に連れて。そう。ちなみに総理ね、今回イベントファンタ投げてくれた。イベントファンタ、この枠でね終わりますね。やるやん。
あ、なんかそういえばなんかタクマ訴えられるらしいよ。タクマくん、タクマくんなんか訴えられるらしい。知ってる？なんかハメ撮りしたらしい。ハメ撮りで訴えられるらしい。ねえ、そんなことしたのかってタクマくん。みんななんか忙しいね。詳しいことは分かんないけどね。今配信やってないの、たくま、うん、やってないのかな。リータソちゃんに訴えられるらしいよ。でもまあ悪いことしたら謝った方がいい。リラ猫の配信で通話しとった、たくま。なんだって？え、なんかね、ちょいちょいハト来てたよ。たくま訴えられる、うん、スルーしてたけどね。なんで訴えられる？ハメ撮り罪。ハメ撮り罪。でも本当にだから知ったのか知ってないのかはよくわかんない。荒れてましたね。荒れてました。ねえ、やってないのかな今。やってないのか。だその趣味でもお互いがまあ同意してたらまあいいかもしれないけど、同意してなかったらまずいよね。それは同意してなかった場合、うん、たくまの趣味だからね。まあ確かにね、確かにねじゃないけど、じゃあちょっと待って、残り5分、まゆちゃんのいつもの歌を歌ってね。終わりたいと思います。まゆちゃんの、じゃあ本日も、あ、これじゃねえ、ちょっと待ってね。本日もありがとうございました。いつもありがとう、サンキュー、いつもありがとうございます。何も聞かずに付き合ってくれてサンキュー。季節外れの花火、水張ったバケツ持って煙に襲われて走りながら綺麗涙めてくから笑っちゃったじゃない。来てくれてよかった。今日も来てくれてありがとうございました。いつもありがとう。何も言わずに付き合ってくれてサンキュー。煙の匂い残る公園のブランコで話のきっかけを探して黙ったら急に鼻歌歌うから
じゃない、いてくれてよかった。今日彼にさよならしたんだ、泣かなかったし責めなかった。偉かったねってあなたが言ってくれるから、ポロポロ弱い言葉こぼれてきそうになる。好きだったのにな、言っちゃったと泣けてきた。また涙目のあなたを見て笑って泣いた。ちょっとかっこ悪いけど、髪切るなら好きよよなんて笑っちゃったじゃない。来てくれてよかった。いてくれてよかった。今日は本当にサンキュー。イベント応援ありがとうございました。ありがとうございました。今回イベントにね。まあ、悔しいけど、でも着々と強くなってきてると思います。着々とみんなが団結も強くなってきてると思います。みんなのおかげでここまで2年もやってこれてます。本当にこんなにね、配信続けると思わなかったからね。もうジロワンと別れたらもう私なんてあのみんなから捨てられ見捨てられるよ、見捨てられるみたいな。でもそんなことなくってね、みんなが愛してくれてね、続けられて、また来月もね、リスナーさんの期待に応えられるようなさ、配信をできるように。めいちゃんかわいい、ありがとう。たちゃんありがとう。頑張りますね。またみんなに面白い配信をね、提供できるようにね、頑張ります。私は TikTok 行かないから、やっぱふわっちを捨てれないね。普通に考えて本当にありがとうございました。うんね、今日はみんなゆっくり休んでね。パチコミと定期とね、みんな応援もさ、お疲れ様でした。今日はみんなゆっくり休んでね、うん、イベントに本当にありがとう。リスワンもありがとう。そしてリスワンもね、また明日はお弁当下準備配信します。ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。みんなのおかげ。また頑張ります。ね、次こそ1位取るように頑張ります。ね、お疲れ様でした。ありがとう。おやすみなさい。